賞金300万円、日本一の怖い話を決める T1 グランプリ、参加者応募受付中、詳細は概要欄、応募フォームを。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。ブーン。さあ今日なんですけど、リスニーさんからこんなリクエストです。タックさん、こんばんは。こんばんは。いきなりですが、人体発火現象というものをご存知でしょうか？知ってます。字の通り、人の体が勝手に発火する現象のことだそうなんですが、実際にこれが起きたことが何度もあると見ました。もし原因などがあるんだったら調べていただきたいです。 PS、 他にも人体に関する不思議な現象あれば教えてくださいということなんですけど、こちらありがとうございます。これ都市伝説の中では結構有名な部類だよね。この人体発火現象は実例があるのかどうか、需要度の中身と一緒に調べてみたよ。まず実例報告を紹介するんですけど、こちら1967年9月の13日、南ロンドンにあるとある倉庫から奇妙な青い炎が上がってることに通行人が気づきました。通報を受けた消防士が現場に駆けつけると、そこにはロバート・ベイリーという名のホームレスの男性の遺体が横たわっていたんですけど、不思議なことにその男性の腹部には4センチほどの切り傷があって、なんとその傷から青い炎が上がっていたんですね。そして不可解なことに、傷以外の場所や彼の洋服は全く燃えていなかったっていうんですね。よって調査の結果、この炎は遺体の中から発火して外へと広がっていったのではないかと結論付けられました。次はもっと最近の事例なんですけど、2010年12月、アイルランドのゴールウェイシティというところに住む男性が、夜中の3時でですね、隣の家の火災報知機が鳴ってることに気づきます。その家には76歳のマイケル・ファルティという女性が住んでいて、ドアを叩いても返事がなかったんで、すぐに警察と消防に連絡します。そして現場に到着したんですけど、リビングに仰向けに倒れた黒焦げになった姿の女性を発見します。ただ調べてみると、この家の他には燃えた痕跡っていうのが全くなかったんですよ。結局どれだけ調べても遺体以外に出火の原因が見つからず、最終的に警視官は人体発火現象以外の原因が見つかっていないと報告しています。このようにですね、いくつか不可解な事件あったわけなんですけど、まず人の体を燃やそうとしたら1000度以上は必要だと言われてるんで、普通に自然にこんなことが起きるわけがないんですよ。ただ原因が人体発火現象でしか説明がつかないと、そういった事件これまでに200件以上も起きているとかいないとか言われています。ただこれらの事件にはいくつかの共通点があって、例えば犠牲者のほとんどがアルコール中毒者だった、発火事件は自宅で起こり一人身の高齢女性に多かった、なぜか手足だけは燃えていない、燃えた後は油っぽい匂いの灰が残っていた、こういった共通点があるそうでして、じゃあここから何が考えられるかというと、最も信憑性があると言われている説がろうそく効果って呼ばれているもので、これざっくり説明すると、ろうそくっていうのは真ん中に芯があって、その周りを脂肪酸っていう燃えやすい物質でできたワックスが覆ってるんですよ。この脂肪酸が燃えやすいんで、ろうそくに火をつけるとそれがなくなるまでは消えないという仕組みになっています。じゃあこれを人体に置き換えると、服とか髪の毛が芯、体の体脂肪がワックスに相当すると、つまり衣類とか髪の毛に火がついて皮膚を一度焦がすと、内側にある脂肪が放出されてその脂肪に引火する、そのままワックスのように脂肪だけが燃え続けると、こういうろうそくと同じような原理になるんじゃないかと。体に火がついて被害者がすぐに気づけないのは、アルコール中毒者で深い昏睡状態にあったんじゃないかっていうのが最も有力な説ということです。それだけお酒飲んで寝てても燃えてたらさすがに起きるだろうとは思うんですけどね。この他にもですね、アルコールによって体内でアセトンとかが発生するんですけど、あとはプラズマとかですね、こういったものが関係してるっていう説もあるんですけど、実際現在に至るまでこの現象の詳しい原因については解明されていません。ただまあ考えると、いろんな条件がありますから、さらに人体自体が完全に解明されていないので、体が急に燃え上がるような条件があったとしてもおかしいことではないんじゃないかなということですね。じゃあちょっとここからですね、似たようにこういった人体の動きとか働きはあるのか考えられるものから挙げていくんですけど、まず人間は放電できるのか、はい、かかし先生の雷切りですよね。逆に放電を受ける現象っていうのは皆さん経験したことあると思うんですけど、静電気ですよね。静電気についてちょっと調べてみてたら一個面白いのがあって、それがストレスが溜まってる人は静電気が起きやすいことが分かってるって聞いたんですけど、これ知ってました？っていうのも、ストレスが溜まるとですね、体からマイナス電子が奪われてプラスの活性酸素ってのが増えやすくなると言われてるんですよ。これで静電気起きやすくなるそうですね。へえへえ。じゃあちょっと本題戻して、人体放電できるのかというところ、結論、できそうです。っていうのも、実は人間含めて全部の生き物って筋肉を動かした時に微弱な電気を発生させてるんですね。っていうのも、電気を発生できる生き物といえば電気ウナギなんですけど、この電気ウナギが放電するメカニズムっていうのもこれと似たようなもので、電気ウナギの筋肉っていうのが発電機のような役割になってて、かつ絶縁体の役割をする脂肪をたっぷり持ってるんで、800ボルトの電圧を発生させても自分は感電しないような仕組みになってるんですよ。なので同じ構造に改造できれば放電できますよね。理論上は可能ぐらいの話ですね。じゃあ次、似たようなもので人体の発酵、これもよく聞きますよね。っていうのも、超常現象の専門家ヘンリー・ワード管理棟博士が報告した記事で、喘息を患っていた患者の胸のあたりから青い光が放たれている様子を数週間にわたり観測できたっていう報告をとある医者から受けたっていうもので、これ誰だと思って調べてみたら全く出てこなかったんですけど、このように人間の体が光るっていう現象、過去にも何度か報告されてて、ただこれ研究も進んでて、全ての生命体は発光するっていうことが明らかになってきてるんですよ。っていうのも、これ科学界では光エネルギー、バイオフォトンって呼ぶんですけど、ただ肉眼で確認できる光の
1000分の1ぐらいエネルギーが弱いと言われています。でこのバイオフォトンっていうのが DNA から放射されてることが分かってて、となると全ての生き物はこの微弱な光エネルギーを使って目に見えないコミュニケーションを取っているんじゃないかと考えられてて、テレパシーとかアウンの呼吸とかあると思うんですけど、これが実はこのバイオフォトンの発見によって未知エネルギー X の存在が今後明らかになっていくんじゃないかとされています。もしここに特になんか情報が伝達されてなければ、ただ光るだけっていうことで、わ光ってますわってなってもだけなんて感じになりそうですけど、ね、次にテレポーテーション来た、瞬間移動ですよ。 SF 映画だと当たり前のように瞬間移動したりするんですけど、今の科学技術で人を移動させることができるのかっていうと、残念ながら答えはノーです。というのも、まあ、瞬間移動させる方法としては量子テレポーテーションというのがねよく提唱されるんですけど、これ情報だけしか移動させることができなくて、ちょっと詳しくは量子力学について見てほしいんですけど、これを人間の物体で試そうと思ったら10の27乗の原子から人間というのは成り立ってるんで、この数の原子を受け取る側でまず準備しないといけないんですよ。じゃあこれできんのか、まあ無理です。原子の中の情報だけを抜き取って他の原子に入れるっていう作業なんですけど、まあ意味わかんないですよね。こうしたことから人間のテレポーテーションは現状では不可能じゃないかと言われています。ただまあ人が瞬間移動するっていうのは結構過去にも起きてて、有名なものでいくとかなり昔なんですけど、1593年、スペイン人兵士のキルペレスという方がフィリピンのマニラで警備をしていて、休憩しようと思って目を閉じていたんですよ。そしたら寝ちゃってですね、目をファッと覚ますとメキシコシティに瞬間移動していたと言います。これまあ目撃者とか証人もたくさんいたと言われてて、っていうのもですね、壁をすり抜ける確率とか一応あるんですよ、奇跡的に。これが何百億分の1で起こるならば、もうすでに1回くらいは起きててもおかしくないんじゃないかということですね。次にサイコキネシス、念力ですよね。脳波によって物を動かすということなんですけど、あとは人の体を治療するヒーリングなんかが、これも念力の一つじゃないかと言われてるんですけど、大昔から念力とか超能力を使って椅子を動かした、スプーンを曲げたとか、いろんな逸話存在するんですけど、これがじゃあ科学的に証明されたのかっていうと、今まで一度もありません。あまり聞き馴染みないものだとパイロキネシスってものがあって、これ物を見ただけで発火させるタイプの念力なんですけど、魔法ですよねちょっとね。ただこれに関してはね、事例が報告されてて、1878年、アメリカのマサチューセッツ州に住む12歳の少女アン・キドナーさんという方、とある農場に住み込んで手伝いをしていたんですけど、彼女が歩いたところが発火していたっていう現象が何回も目撃されてて、しまいに彼女は放火の容疑で逮捕されたんですよ。ただ警察が現場検証を行ったんですけど、何か物を使って意図的に放火を行ったっていう痕跡が一切なくて、最終的に無罪になったっていう事件があったんですね。炎の修練みたいな話ですよ。科学的にはありえないと分かってても、ちょっと不思議な話ですよね。たださっきの念力の話でいくと、脳波を使って物を動かすっていうのは近年開発されてるんですよ。それが何かの事故や病気で寝たきり状態の人の脳にですね、電極を埋め込んで脳の信号を使ってロボットのアームを動かすっていう技術なんですけど、手足の不自由な方が自分の意思だけで物を動かせるということで、そういった意味では念力とかにはかなり近いのかもしれないですね。近い将来こういった技術と一般的になってるかもしれませんということです。ちょっと最後ですね、よくあの体が磁石になってるみたいな話聞くじゃないですか。あれで一個ちょっと見つけたのが、2010年ぐらいにクロアチアに住んでた6歳の少年がですね、体にフライパンとかアイロンとか金属類をくっつけることができるって話題になったんですよ。当初はマジの磁石人間現れたぞって騒がれたんですけど、ただこの少年別に磁石人間じゃなくて、ただただ皮膚がめちゃくちゃベタベタしてたっていうだけの話で、ただそのベタベタでくっついていたってことが判明しました。なんやね、少年の両親っていうのが話題になったもんだから、25キロ分の金属類を体中にくっつける謎のトレーニングをさせていたと言われています。いやこれはこれで別の才能やろって感じなんですけど、はい。とまあここまでは人間の特殊能力 SF チックなものを紹介したんですけど、最後にですね、この人間の体とかって大昔の人に比べたら特殊な能力を身につけてるっていう話、これは過去の動画でしたんですけど、その証拠にですね、人間は進化の過程において体の様々な器官を失ってきたよってことがあって、例えば尾底骨とか、これもともと人間の先祖が尻尾を持っていた証拠だと言われてますよね。他にも親知らず、これなんだと思った方いると思うんですけど、これは原始時代に木の実を砕くために使われていたと言われてて、あとは耳の筋肉だけを動かせる方一定数いるんですよ。これ例えば犬とかと同じで、昔の人間っていうのは音を集中して聞くために耳の筋肉が今よりもかなり発達していたと、その名残で動かせる人も一定数いるという話です。あとちょっと面白かったのが鳥肌。これもともと僕らの先祖がですね、例えば敵に襲われそうになって怖いってなった時に、毛穴の周りの立毛筋っていうところが引き締まって毛が逆立つんですよ。自分の体より大きく見せるために使われていたと考えられています。じゃあ現在ですね、我々の体に起きている進化は何なのかっていうと、一つが平均体温の低下ですね。2020年に発表された研究で、人間の平均体温が10年ごとにだいたい 0.05 度ずつ下がってることが分かってます。これは外が暑いっていうのもあるんですけど、人間がエアコンとかで室内で快適に過ごせるようになったから、ここまで体温高くなくてもいいということで変化してると考えられています。実は遺伝子も変わってるよって話で、一つ乳製品を例に出すと、現代では大人でも子供でも乳製品を分解する酵素っていうのが体内にあるんですけど、数千年前ぐらいはこの酵素っていうのが人間の子供だけしか持っていなかったって考えられています。乳製品に触れることが多くなって遺伝子が変異して、大人でも乳製品の耐性が備わったということですね。劣化してるというとあれですけど、骨ですね。これ2015年に行われた研究で、今から1万2000年前ぐらいから人間の骨っていうのはもうだんだん軽く脆くなっていってると考えられています。これは狩りとか農業を行う人が少なくなってきたということで、こうして見ていくと、長い歴史の中で
人間の体っていうのは周りの環境の変化に応じて徐々に変化していくということが分かってます。じゃあ今後人間の体はどうなっていくのかというと、これは実はもうすでに動画にしてます。人間は確実に退化しているのだろうかという動画ですね。概要欄にリンク貼っとくんで気になる方はこちらチェックしてください。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日は人間の特殊能力進化による変異についてお話したんですけど、進化っていうのはかなり長い時間をかけて植物のようにじわじわと行われます。もしかすると1000年後2000年後の世界では人間は今では想像もつかないような姿形で存在してるかもしれません。今日は以上、また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。